森を構えています。やった、一撃で魚を仕留めました。盲犬の人々は極めて優れた目を持っています。視力 9.0 という記録もあります。ウテラさんが何かを見つけたようです。動きの速いアジの仲間を見事に仕留めました。まるで鷹が空から獲物を探し急降下して捕まえるかのようです。近づいてきたのは次女のジュリエさん。お父さんが取った魚を船に運びます。女たちは男たちが潜るのに合わせて船を動かし漁を助けます。次々と獲物が上がってきます。大量です。長男のカブーさんはもう一人前の潜り手です。立派な貝を取ってきました。長い森が男たちに渡されました。一体何がいたのでしょうか。カブーさんとウテラさん親子で仕留めたのは獰猛なウツボでした。1メートルを超える大物です。次男のレヴィ君はまだ潜るのが苦手なのか漁をサボってばかりです。困ったやつだ。ウテラさんはレヴィ君と一緒に潜ることにしました。大きなシャコガイです。重さ10キログラム以上はあるでしょうか。ウテラさん力強い立ち泳ぎです。一気に水面まで持ち上げます。さあレイ君の番です。レイ君一人で持ち上げることができません。お父さんの助けを借ります。レヴィ君まだまだお父さんにはかないません。漁は2時間ほどで終わりました。大きなシャコガイから中身を取り出します。盲犬の人々は貝柱から内臓まで全部食べてしまいます。カブーさんがあの大きなウツボを慣れた手つきでさばいていきます。保存が効くよう干物にするのは息子たちの役目です。
Antonio. Belum ke mana? Heh, Pak Borot heh. Pemak ah, pemak. Peng 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 atas sini ah yang kini peng atas ha yang ha. Di banyak macam belanya katanya peng atas belanya ayuh nak cuci. ウテラさんたちの寮は一休みです。海ではどんどん潮が引いていきます。あちらこちらにサンゴが顔を覗かせました。潮だまりにカブーさんを見つけました。小さな魚を餌にして何を誘い出そうとしているんでしょうか。大きなシャコが釣れました。盲県の人々はこの海を隅々まで知り尽くしているのです。船の上では夕食の準備が始まりました。食事の材料はその日取ったばかりの獲物です。自分たちで作った炭で調理します。スープの具は浅瀬で取った新鮮なウニです。お米もよく食べます。海で取った獲物を売って手に入れています。盲県の人々は暮らしに必要な最低限のものしか持ちません。海の恵みが彼らの大きな財産です。kalang merah kalang ngomong juga hahAmela kalau ngomong kalau putih ya punya nangoi melap beli punya kan halela nangoi nak punya pelawa pelawa Amela. 5日後、ウテラさんは豊かな漁場を離れ移動を始めました。一体どこへ行くのでしょうか。船を走らせて2時間。森が海岸まで迫っている小島に着きました。丸木舟で岸に向かいます。上陸したウテラさんが目指す先には真水が湧き出ていました。海の上で暮らす盲県の人々にとって水のある場所を知っていることは生きていくために欠かせません。ウテラさんは数十箇所もの水場を知り尽くしています。水場でのひとときは盲県の人々にとって大きな楽しみです。末っ子の赤ちゃんボーも兄のカブーさんに体を丁寧に洗ってもらいました。家族みんなに大切に育てられています。この日は水場の近くでイカリを下ろしました。